ですこのすすごく小さいのかかりますかよくよく見ると雪かと思ったらすごくアップにしたら分かるんですけども、えー、い,ちいちいちいち書きませんけどもこの映画の中で雪みたいに見えてるものがあったら全部これは。子供の人形をです、ね、つかみ上げようとしたらつかみ上げてる最中に首がもげて「この世界は腐敗が早い」「行こうここも時期深い沈む」もう絶望の表情で見上げてるんですね。 このの映画の根本的な構造って何かっていうとう守りたいような幸せな世界っていうのを壊してしまう虫たちカビの世界っていうのがラストではなぜか美しくすら見えてしまう見てる側の気持ちが全く変化してしまうというのが。 これがですね、風の体のナーシカの一番最初、ファーストカットなんですね。砂塵の中、砂煙の中をですね、歩くユパとですね、鳥馬と呼ばれるですね、馬みたいに乗れる生物です。で、次のカットを見てもらったらわかる通りです。このすごく小さいのわかりますかとね、これ。 よくよく見ると雪かと思ったら、すごくアップにしたらわかるんですけども、星型に作画されてるんですね。え雪ではなくてですね、菌類の胞子なんですよ。この菌類の胞子がちゃんと作画されてるのって、このオープニング前のアバンタイトルだけなんですね。でこのアバンタイトルの時だけ、胞子がちゃんと星状に作画されてます。でそれ以外のシーンになると、まあたい雪みたいに書かれているんですね。これはあの、何かっていうと、 いちいち書きませんけども、この映画の中で雪みたいに見えてるものがあったら全部これ菌類の胞子なんですよ。そこのところちょっと分かってくださいっていうのを言うためにアバンタイトルだけできるだけ細かく書いてるんですね。まあそういう目で見てくださいねっていう見立てのお願いであります。で、ユッパがですね、村の中を歩いていくとですね、僕、ここのカットが本当にうまいなと思うんですけども、ユッパの頭の上のでっかい いわゆるその胞子の塊がボンと割れてですね、中からブシューとですね、菌類が吹き出すと。で、その他にもですね、歩いているとですね、この両側のですね、またなんか膨らみの中からですね、ものすごい勢いで中から胞子が出てくるのがわかるっていうですね。まあ、ここら辺のですね、セリフが全くなくてですね、何もない砂漠みたいなところを歩いていると、向こうに町が見える、村が見えると。 でしかしその村は一面キノコみたいなカビに覆われていてで、そこに近づいていくと、さっきまでチラチラ見えていた程度のカビの胞子が、もう村中に溢れて、で、そこら中にあ巻き散らしてると。これがもういつもの風景なんだなってわかるんですよ。この上の胞子もですね、膨らみきってですね、爆発するようにボンと割れて出てくると。ちょっとこの圧倒的なですね、絵で見せる力ですね。 で、これがもう本当にいつものことなんだっていうのがわかる。ですね。で、えー、ユーパーはですね、この村の中を言葉もなくずっと探索して、えー、ある家に入ります。ある家といってもですね、家の前にですね、その扉の前に大きい飾り付けがあるので、ああ、ちょっと偉い人の家なんだなっていうのがわかるんですね。で、この家の中に入って、ユーパーが部屋の中を見回すと、一番この部屋の中もすべて菌類に覆われてるんですけども、 一番奥にですね、パッとこういうふうなものが見えるんですね。これもですね、ちょっと初見ではわかりにくいんですけども、見ラ化した死体で、よくよく見ると頭に冠を被ってると。つまり、冠が被ってるから、これが王族だっていうのがわかるんですね。で、一番立派な建物を目指して、ドアを蹴破って中に入って、で、その一番部屋の奥にですね、冠冠被ってる男が死んでいると、 あ、もうこれはこの村の長、おそらく王様か村長か族長のような人までも死んでしまったというのがわかる。で、この下にですね、一回り小さいミイラ化した白骨、で、これもお揃いのですね、小ぶりの冠を被ってます。ということはこれはですね、奥さんか子供だというのがわかるんですね。えー、つまり、同じ冠を被った小柄な白骨を抱きしめたまま死んでいると。 おそらくその虫が侵入するのが怖くて、抱き合ったまま、胞子の毒ですね、小気というもので窒息死したんだろうと。これはもう奥さんかもわかんないし、子供かもわかんないですね。そういう王族同士が自分たちが作った家の一番立派な部屋のですね、一番隅の隅で抱き合ったまま死んだっていうのが、こう一瞬でわかる絵面になってるんですよ。これを見た時のですね、言パーもですね、無言のままなんですけども、 で、ユーパーが感情を表すのはですね、もうこれで生き残りの人が一人もいないというふうに思って、また村が一つ死んだっていうふうに言うんですね。このまた村が一つ死んだというセリフで、いつもあることなんだと。この世界では、こうやって一つ一つの村が次々とカビに覆われて滅びていくんだ。ナウシカというのを原作漫画で読んだことがない人にしてみたら、この一番最初の1分ぐらいで見せる世界がすごい 大きいんですね。宮崎駿のアニメって実は、あの、セリフで全部説明してくれるんですけども、ここは本当に絵だけで見せてるんですよ。で、また、村が一つ沈んだっていうふうに、おじいさんの声、ここで初めて語りいるおじいさんというのがわかります。おじいさんの声が言うことによって、これがどこにでもあることだ。日常の終わりだと。で、子供の人形をですね、掴み上げようとしたら、掴み上げている最中に首がもげて、落ちた首が、 そのまま粉々になって消えてしまう。これもその、そんな昔の廃墟ではないんですね。ただ、あっという間にですね、子供の人形が粉々になってしまうことでですね、この世界は腐敗が早いと。で、この人形を見たところでようやっと、あ、さっき抱きかかえていたのが、多分女の子なんだ、王女様なんだ、すごい小さい王女様なんだっていうのがわかるんですね。いい、言い方悪いですけど、チンケな人形ですよ。こんなチンケな人形を持ってる、 小さい小さい王女様がいるような本当に小さい村が滅びてしまった。で、それはもうどこにでもある幸せがなくなってしまったということなんですね。でもこれが初めてではなく、この世界を冒険するユパという爺さんにとっては当たり前の光景だと。ここまでずっとね、あのさっきの胞子がボンって割れてシューって吹き出すところ以外はですね、完全な静寂なんですよ。 完全な静寂の中だから、ユーパがドアを蹴破る音とかですね、また村が一つ死んだっていうモノローグがすごい印象的なんですけども、そこの静寂が急に破られて、ギャッ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 っていうすごい不気味な声が鳴り響きます。声が鳴り響くとですね、真っ暗な部屋の中からポンと次抜けがいい絵になって、空を飛ぶかなり巨大なダイオウヤンマっていうやつなんですよこれがですね、 ものすごい声でギャッ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 と、だからずっと静寂の中なのに、この音が響いて、で、虫が飛んで、で、次のカットで、この風車の周りをですね、この大王ヤンマが群れをなしてぐる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 ,ぐる回っていると。というところでですね、行こう、ここも時期不いに沈む、というふうにユパが言うと。もう絶望の表情で見上げているんですね。ここまでのですね、アバンタイトル、いわゆるタイトル前で書かれるですね、この、 カビた世界とかですね、あと虫っていうのはですね、絶対の悪なんですよ。悪いものであって人間を脅かす存在ですね。この絶対の悪が、この映画の根本的な構造って何かっていうと、冒頭で見せられる小さい日常、なんか守りたいような幸せな世界っていうのを壊してしまう虫たち、カビの世界っていうのがラストではですね、絶対悪に見えなくなってしまう。ラストではなぜか、 そのカビの世界、虫の世界が美しくすら見えてしまうっていう、こう見てる側の気持ちが全く変化してしまうというのが、この映画の根本的な構造ですね。風の谷のシカです。で、ユパが絶望に、まあ、覆われながらですね、もう一回砂漠の中を歩くとですね、えー、歴史が語られます。巨大産業文明が崩壊してから1000年、サビとセラミック編に覆われた荒れた大地に腐った海、 不快と呼ばれる有毒の正気を発する菌類の森が広がり、衰退した人間の存在を脅かしていた。ナウシカって砂漠の世界で周りが砂だらけっていうふうに思っている人がすごく多いんですけども、この世界にもうすでに砂なんてものはほとんどないんですね。土もほとんどないんです。大地に見えるものは錆びたものと、あとセラミックの細かい欠片しかないんですよね。 そういうふうな世界の絶望的な終わりの中を生きているっていう話なんですよ。宮崎駿自身が映画作る前はナウシカを描くんじゃない。そうじゃなくて風の谷を描くのが目的だったというふうに何度ま言ってるんですけども、そこまで言っていた風の谷とその生活をですね、オープニングの後の、まあ、えー、ユパの歩みから一緒に体験していこうと思います。オム が最初出てきてですね、大暴れしてですね、で、ナウシカが襲われていたユーパーを救うというシーンがあるんですけども、オウムに襲われていたユーパーは、かつての教え子のナウシカに救われます。え、名米に乗ったナウシカからですね、あっちの砂丘の上で集合っていうふうに、まあ、合図されたユーパーは、ナウシカの成長に驚きながら、あ、ナウシカだったのかと、まあ、わかんなかったわけですね。驚きながらも砂丘の上に登ります。そうすると、そこには奇妙な塔がいっぱい立っています。第一のポイント、虫よけの塔ですね。 ユパが登っていくとですね、砂丘の上にですね、石造りの塔が立っていて、そこに奇妙な風車がいっぱい立ってるで、ブーンって音が立っててあります。これはですね、絵コンテによると虫よけの塔というやつであって、風で風車が回転すると虫にとって嫌な音が発生するっていうふうに書いてあります。ちょっとここのやつ見たら、風車の羽の真ん中辺にですね、小さい穴が開いてるんですね。で、この えー、羽が回転することによって穴の中を空気が通ってですね、ナウシカが持っている虫笛みたいなやつのですね、えー、もっと低周波の音が出てくると。で、これが虫の嫌な音らしいんですよ。つまり、風の谷に深いから飛んでくる虫を防ぐために、この塔があるっていう設定になってます。で、 まあ、いわゆるモスキートガードみたいなもんですね。超音波出してですね、虫を寄せ付けないようにするモスキートガードというのがあるんですけど、まあ、あんな感じのもんだと思ってください。僕が思うにですね、結構大変な仕掛けなんですね、役割はもう一つあってですね、風の強さや方向を示すっていうのもあるんじゃないかなと。つまり、虫よけっていうのもあるんですけども、それ以外にですね、風の谷ってなんで存在してるのかというと、海の方向から吹き上げてくる風で、 不快から飛んでくる奉仕や正気、つまり猛毒からですね、住んでる人を守ってるわけですね。つまり、風っていうのがもう全てなんですよ。その風がなくなったり、止まったりです、ね。もしくは逆に吹いたら、もうすぐに村を滅びてしまうわけですね。宮崎駿自身もですね、もちろん風は時々違う方向から吹くことがあるので、それなりに生き残る術も仕掛けも彼らは考えてますという,うに書いてるんですけども、それが具体的にどういうふうなことなのかっていうのは、 説明してくれてないんですね。なので僕らは、この見せられてる材料の中から、風の谷が、もし風が逆流した時に、どうやって彼らは生き残ることをするんだろうっていうのをですね、あまあ、読み取る必要があるわけです、ね。その一つがこの虫除けの塔なんですけども、おそらくですね、虫除けの塔って、ここら辺にです、ね、なんかギアボックスみたいなものがあるやつがあるんですね。 つまり、回転数が変わったりするとわかる仕掛けなんですよ。なので、まあ、風向きとか風速とかが変わったりすると、虫除けの音ではなくて別の音を発する。もしくは、虫除けの音を発しながらも、別のカチカチ音とかですね、もっと高い音とかを出して、風の谷の方のですね、まあ、耳がいい人に知らせるような機能もあったんじゃないかっていうふうに僕は考えます。